はい、冬に向けてですね、バイクの整備、ガソリン抜いたりですね、まあ、今バッテリーの点検もしてるんですけれども、バッテリー放電、しきってしまってバッテリー上がってしまってですね、もうこれ以上入りません、電気もう無理ですね。で、うんともすんとも言わないという状況でですね、やってしまったということですね。まあ乗らなくなってからですね、まあ、1ヶ月以上は経つわけで、まあ、その間もですね、まあ、エンジンかけてたりはしたんですけれども、やっぱり1ヶ月も空いてしまうとですね、バッテリー上がってしまうなと。まあ、3000円くらいのバッテリーまあ、っていうことで、まあ、そういった差も出てくるのかもしれませんけれども、まあ、明らかに私の、まあ、ミスですね。で、昨年の7月に買ったんですけども、で、まあ、昨年の冬ですね、からしっかりバッテリーを外してですね、たまにこう充電して、してみて、で、まあ、難なくですね、春夏と、まあ、今年乗れたわけで、ただですね、やっぱり1ヶ月前後ですかね、ちょっと正確な日数はちょっとわからないですけど、まあ、1ヶ月前後放っておいたがためにですね、まあ、そのどうしても秋から冬に変わる時ですね、まあ、ちょっと身の回りバタバタしたっていうのもありましたし、で、急に寒くなったっていうのもあったり、あとは同時に雨ですね、雨が降ってしまったりして、で、まあ、通勤に使っているわけでもないので、どうしても乗る時間が限られるという中でですね、バッテリー上げてしまったということで、2年くらいはですね、せめて、まあ、持てばいいかなと、持たせたいなっていうので、まあ冬の間もちゃんと気にはしていたんですけど、やっぱりダメですね。車と違う、まあ車もでもあれですね、数週間と言いますかね、何週間だったかな、まあやっぱり弱いバッテリーつけっぱなしにして数週間もほったらかしにしてると本当エンジンかからなくなってしまったりしますけど、いやー、まあ、今回は、私のミスですね。いやー、まあ、でもガソリンは、まあ、毎回毎年ですね、抜いて、タンクも本当に綺麗な状態、もうバイク屋さんにも褒められるくらい、もう20年以上経つバイクですけれども、まあ、コンディション、よく保たれてるっていうことですけど、やっぱりなんかもう情けない。情けないですね。まあ、1万円くらいするバッテリーだったら、まあ、もっと、気にしていたのかもしれませんけれども、いやー、ほんと言い訳ですけどね、タイミングがなんかいろいろ重なってしまって、まあ、次はというか、まあ、次乗るのは春とかになるかもしれませんけれども、まあ、それまではちゃんと、3度目の正直じゃないですけどもね、まあ、3度目っていうのは、っていうのも今回このバッテリー同じメーカーさんのもの2回目なんですよね、購入したの。まあそれで、まあ、1年に1回の割合でダメにしちゃってるんですけど、まあ3度目の正直ということで、来年こそは、バッテリー上げないようにと思います。はい、ということで以上。